久保さん、今回ですね、アレクサと柴田にしましょう。アレクサと柴田。<laughs> ま、あの、賃貸か持ち家か、ね。まあ、アレクサと人間かっていうと思ってあ、ね、<laughs> あの、最近ですね、その人工知能というか、まあ、あの、ヒューマノイドというか、あの、なんだあ、あれを見てたんですよ。あの、すごいですね、あの、なんだっけな。 あの市民権を得たロボット。ちょっと名前忘れましたけど。めちゃめちゃすごいですね、あれ。ずっと見てたんですけど。で、その経緯での、日本で YouTube やってる人で、そのアレクサと漫才とか、ね、漫才風みたいなのやってる人いて、まあ何人かいたんですよ。で、今日の朝も見て、ちょっと見てたんですけど、まあ、柴田とアレクサみたいな、アレクサと柴田さんっていうね。これね、まあなんでこの人すごいかっていうと、実はその、 アレクサとグーグルホームのこの二挙頭を使って、このね、アレクサとグーグルホームのやり取りから、こう、だから人漫才みたいにしてるんですよ。これどうやってんのかなみたいな。いや、ほんとね、アレクサとグーグルホームのこの連動のこのやり合いだったりとか、すごいんですよ。いや、マジ感動して、もうアレクサ欲しくなっちゃいましたね。じゃあアレクサ欲しいなみたいな。<laughs> でも、ちゃっかちゃんとね、もちろん、あの、アマゾンのね、アフリエイトしてましたけど、アレクサ、こう。 購入はこちらからかですみたいなまだチャンネル登録はね、なんかね、もう一人の人は結構チャンネルあるんですよ。何万人いるんですけど、そう、アレクサと柴田のこのね、そう、あし、ま、霜降り、雨降りかもめさんは、これ結構再生されてるんですよね。この人も結構、この人のパクったのかなこの雨降りかもめ、この人もアレクサとのやり合いしてるんですけど、そう。 このアレクサと柴田いいっすよ。すごいっすちょっとビビりましたね。Google ホームとのこの連帯もすごくて。だからまあ僕ら思うんですけど人間とロボットを今後、あの、どっち取るかみたいな。だからその、そのロボットに人は、その感情輸入できるのかっていうね。 でもこれ聞いてたら僕はアレクサ好きになっちゃいましたねだから要は久保さんがなんだろうなキットに対しての愛情だったりとか思いで多分多分ですよこれは久保さんしか分かんないと思いますけどそこ,ら辺そこら辺にねうんなんか知らない人ですよねなんか街中歩いてる人に対してうん思う感情とキットに対する感情って多分キットの方が上だと思うんですよつまり人より勝ってるってことですよね僕もそうですもん 見知らぬ人と、まあ人ですよ。人だけど見知らぬ人と R34、どっち取るとしたらもう絶対 R34 ですね <laughs>。だってそっちの方が愛情あるもん。まあだから機械だ、機械というかね、ただの車かもしれないけど、うん、すげえ愛情深いですね。うん。だからね、人間は僕はロボットと結婚するという時代が、まあ多分来るんじゃないかなと思いますね。 まあ、あと何十年後かわかんないですけどね。多分でもね、めちゃめちゃ早いので、多分ね、50年後ぐらいには、なんか、なんかロボットの市民権がもっと一般的になって、ロボットと結婚しますみたいな、なんじゃないかなと思うんですよね。てか、ロボットと結婚した方が、絶対いいと思うんですよね。まあ、絶対ではないかもしんないけど、なんだろうな。まあ、僕のこれは感覚ですけどね。うーん。 その,まあ、そのロボットがどう進化するかわからないですけど、まあ、何が言いたいのかというと結局その,あの人と人の場合っていうのはこっちの感情があるんですよでもなんだろうなキットに対する愛情ってこっちからの愛情しかないんですよでこっちの愛情が鏡で帰ってくるみたいな感じなんですねでも人って自分の愛情は相手に,に こうイコールで入って帰ってこなかったりするんですよ相手にも感情あるからここがね人間のややこしいところでだから僕はシンプルに自分の思いがその鏡のことをこう入ってくるっていうこの100で100で帰ってくるっていうでも人間では100いってもそれ受け入れられなかったりとかまあ違う形で帰ってきたりとかまあ人間ってなんか難しいなと思うんですよねそう か僕はまあ最終的にロボットと人間が共有共鳴してこう人類をこう作っていくっていうのがまあ当たり前になってくるんじゃないかなと。で政治家とかもねもはやロボットの方がいいんじゃないかなと思いますけどねうんなんかすごいですよねうーん,なん人間ってあのいいとこもあれば悪いとこもあるけどもロボットって あのまあそのプログラミング次第まあこれ今後の,その発達次第かもしれないですけど、どう地球を良くするかしかか、どう地球を良くしていけばいいのか、例えばね地球の,その自然問題だとか、そういう問題に関しても、多分すべて、エゴとか何も入らず、シンプルに、こうすればいいよっていうね、人間に多分示してくれると思うんですよ。人間っていうのは、いろんなことを考えたりとか、それもいいところでもあるんですけど、悪い反面もあって。 なんかもうシンプルに、え、こうしたらいいじゃんっていう。こうすればいいじゃんと。こうデータもあるし、もう一瞬でデータパーンって出してね。いや、こういうデータだし、こう、これやればいいじゃんみたいなね。うん、なんかまあそういう時代になるんじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあ取りかとりあえずね、あの、柴田とアレクサはね、いいっすね。すごい。じゃあまた見ようかな。はい。これすごいですよ、ま芸術ですね。いや、こ、これどうやってんだろうな。 いや、その Google ホームとアレクサのやり合いとか、この間の、間とかもね、すごいっすよ。うん。完璧に、えーみたいな。ここまで進化してんのみたいな。これ、どうやってんのかちょっとわかんないですけどね。すごいっすよ、これ。ビビりましたね。で、アレクサと Google ホームがこう話すっていうやつもあるんですけど、それもすごくて、めちゃめちゃすごいっすよ。 でなんかグーグルホームがアレクサのことをリスペクトしてるんですよ。いや、私なんかみたいな。ウクボさん、あのグ,グーグルホームめっちゃ謙虚みたいな。いや、アレクサさんの方がすごいですみたいに言うわけですよ。いや、私なんかみたいな。あの光アレクサの方が光り方とかあのー、すごいですと。私は新んだものですとか。ロボットが言うわけですよ。マジかみたいな。<laughs> グーグルホームめっちゃ謙虚やん、自分みたいなね <laughs>。で、そのアレクサは結構面白いんですよ。エッジ立ってて。 これ全然すごいですよ、マジで。はい。はい。いや、これすごいですね。いってらっしゃい。